何もないときはカオルのイベントが出てくるまで時を進める。もう僕は徹底する、もう甘えないよ。僕やな。カオル出てこい。よし来た、2個来た2個も来たで、買ったわ。できれば伸びるイベント選んでいきたい。あれ、この辺絶対告白イベントやから。今日の定食は当たりだって噂だ。売り切れる前に食堂に行くとするか。もしかして風邪をひいたかな。これ多分さっきの星の延長先やな。カオルが見舞いに来てくれる可能性がある。俺さ、ごめん、ちょっとビビってきたわ。これ多分ね、カオルが見舞いに来てくれると見た。ちょ、心配して、カオル俺のことを心配してくれ。私が風邪もらうわよっちゅうみたいなイベントないっすか。ふえブレクシュー。前の続きよね。なんだか鼻がムズムズするぞ。もしかしてこの前雨に濡れて風邪でもひいたのかな。俺ね、これ古代表現なしで言うけど、俺3年ぐらい風邪ひいてへんのよ俺多分ね、バカやからね、基本体調崩さへんのよね。俺体調不良一切せえへんのよな。うん、保健室で薬をもらってきた方が良さそうだ。保健室ってさ、体調崩していた時にほんまにすぐ治んのかね。すいません。はいはい。ん、女の子って出たな。くしゃみと鼻水が出るので何か薬をもらいたいんですが。はいはい。ん、何この声。ちょっと待って、これカオルちゃう。カオルと保健室。自分でどうぞ。もしかしてカオルも風邪ひいて入ってるとか。おいおい、保健室のベッドでカオルと一緒。お兄さん。ちょっとね、静かなとこで考え事しようかなって。カオルが保健室ってもう珍しいんちゃん。ゴロゴロしながらか。違うわね。何してんのカオル、こんなところで。何があったのとか言わないの。何があったのカオルどうかしたの。言って。あかん、もう彼女にしたい彼女にしたい。こういう子、それではお聞き、暇、何があったんですか。教えてくださいとかはないの。教えてください。なんで冷たいこと言うの。最近のことなんだけど、バイト先にすっごくしつこいお客さんが来る。あ、前言ってたやつか。カオルファンってやつか。そう、わざわざ私を狙って注文したり、彼氏がいるか何度も聞いてきたり。おい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 、ちょっと嫉妬しちゃうぜ。でしょ。俺が彼氏になってやる。でもカオルモテそうやからな、どう考えても。ファミレスにはつきものよね。容姿がいいもん。店長に相談したりとかはしたけど、そこまで強く言えなくてさ。まあお客さんやからな。注文はしっかりするし、他のお客さんに迷惑かけてないからね。なんていうんやろ、そのバイト終わりに狙いすまされてとかやったら何をされるかわからんから、そこだけ気をつけとったらいいと思うけどな。どっかで LINE 超えてきたら気をつけなあかん。暴れすぎですって、この間怒られたばっかりだからバイト先でもやってんの。たとえひどいお客さんに当たっても少しは我慢できるようになる。なんか言うたん、なんか言うたん笑い事じゃないんだけど。そうだけど、まあ客と言い争いって、まあよっぽどな理由がないとないよな。俺もそんなに客と揉めたことほぼないからな。僕仲介役が多くてな。サボっていきない。お、あ、カオル、あれ、これで終わり。会う時にでも様子を見に行ってやるとするか。カオルのバイトイベントか、これ。このまま派生するとしたら、あ、ぽいな。あ、しかも左上に伸びた。いいね、いいルーティンや。ってことは連続で選べるよね。もう一個選べる？これか。これは無視しよう。こっちや。こっちの方がだって告白イベントめっちゃあるもん。ってことはこの辺に絶対会話イベントがゴロゴロ転がってるってことやから、ここに、こっちに走ってた方がいいわ。んで、さっきの話の続きに派生してた方がいいから、ここや。さあ、誰やカオルを狙ってるやつは、俺が成敗してくれる。帰るには少し早い時間だな。例のお客さんのことも気になるし、カオルの場所先にも寄っていくとするか。でもね、店員が可愛い店って寄っちゃうよね。ちょっとわかるわ。いらっしゃいませ、1名様です。カオルのバイトお酒来るの初めてかも。あ、そうです。では奥の席にどうぞ。はい。へー、洒落てるのかな。なんか街灯じゃないわ、電気さ、めっちゃチャッチない。そんなこと言ったらあかんか。おい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 、クソ可愛いな、おい
メイユなんかちょっと最高のタイミングよ、ありがとう。もしかしている待って、あの一番右端にいるあのメガネちゃん偏見かな一番右のメガネやろ。ちょうど今ね、例のしつこいお客が来てるところの。おい、ドイツやドイツや、俺がどつけ回したる、ドリンクバーこぼしたるわ。本格的に捕まる前にあんたが来てくれて本当助かったわ。お、やったね。俺を彼氏って言っていいで。私注文を取りに来たんだった。じゃあちょっと彼氏面オタクしようかな。今日はここのシャーベットでも頼んでみるか。はい、かしこまり。やったね。友達のバイト先行くとちょっとドキドキするよね。相手も相手やけど緊張するよね。それじゃね。うん、相当忙しそうだな。恋人のバイト先にとか気になる女の子のバイト先に行くのあんまやったことないな。ってかやったことないかもしれん。高校時代やろうと思ったらできたな。あー戻りたいな。シャーベット遅いな。アミュー。お待たせ。何？なんか特大で持ってきて、いきなり後ろから声をかけるなよ。びっくりするだろう。ごめんごめん。何何？用意してきてくれたの？お、ねえ、肩口に糸くずがついてるの。お、マジ？いいよ、取ってあげる。あの俺の肩にも、あのね、実況をしているアミュさんの肩にもゴミ乗っとった。顔上げとくわ。じゃあブちょっと待って、大胆な子ね。嘘やん、嘘やん、マジ。もう2回目のキスやで。周りにお客さんおるんですけど。よし、ミッションインポッシブル。ああ、バイト中に、バイト中にキスする目標やった、だってしてみろって言うから。マジか。彼氏ならキスしてみろって言うから。あ、そのお客さんが。いいね、いいよ、全然やってくれ。あそこであんたを睨んでる人よ。これ俺この後殺されません、大丈夫？この後殺されへん。お前S のなんやねんって言われへん。そらガチ恋や。大丈夫かな、俺このまま店出ていい？大丈夫？闇打ちやわん、闇打ちやわん。え、まあこれで嘘のお客さんが来んかったらええねんけどさ、俺闇打ちされんねんけど絶対それ。怒った？そういうやつって根っからのストーカー気質やから危ないって。ありがとう、今日は私のおごりでいいわ。やったね。え、ちなみにこのイベント選んだ俺マジでグッジョブじゃない？うん、いつまででも。いや、いいイベント、いいイベント。カオルのバイト先の悩みのお客さんから解放してあげたと。なるほどね。これ多分ね、左上のゲージが伸びるよね。いや、こんなところでされたらもう好きなるわ。もう惚れてるやろこれ。なんて漫才やったっけ、忘れてもうた。この芸人おったよね、何やったっけな、忘れてもうたわ。惚れてるやろってなっちゃうわ。カオルもすっきりしたみたいだし、大体丸く収まった感じがするぞ。来ちゃー、来た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 。オッケーオッケーオッケー、俺の時代が来た。会話来るやろ。よし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 。オッケーオッケー。さあ、大晦日、会話イベントバットなし。オッケーオッケー、いいねいいね。これ仲良しの、しかもあれね、上と下とあんねんな、そもそも。疎遠になったら疎遠のままやけど、仲良しの上の下、これ上行ってるからいいルート行ってるよね。女の子と仲良くなった？いや、今日、ミヤ、聞いて驚くなよ。ファミレスでキスしたぞ。俺、今なんでこんなテンション上がってんやろ。びっくりしてる自分で。さて、このまま行きます。お、行動も増えたな。さて、味噌、大味噌かやね。あ、大味噌か、これどうなんの？てか、これ会話イベントできる？っていうか、会話イベントそもそもできるの？これ、このまま。どない？朝のイベントなし。お、この声は梅原や。悔しくなんかないんだからなーとかでどっか行った記憶あるけど。どうした梅原。確か今日ってお前の誕生日だった。お前って大晦日なん、誕生日。お前って大晦日生まれなん。いや、俺もさっき聞いたのさ。このいいから教室の入り口に行ってみな。誕生日イベントは熱いな。
教室の入り口に行ってみな。なんやろ、カオルがいるとか、なんかあんのこれ。うわ、カオルいるやん。おーい、もしかしてなんか誕生日に女の子と過ごすって熱いよ ね。確か今日誕生日だったよね。一緒に過ごさん。偉いでしょ、褒めて褒めて。ありがとう。でもお前冷たいよ。思ってないわよ。誕生日覚えてくれてるってだけで意識してくれてるんやから。本当に本当でござる。いいね、いい返し。もう仲いい、仲いいカップリングっていうよな。それじゃこれあげる。何くれんの、プレゼント。もしかしたらあのさ、カオルがさバイトしてた理由がこれやったらめっちゃ熱いねんけど。あ、靴下や。靴下のセット、嬉しい。俺普通に今靴下欲しいねんけど。え、嬉しい嬉しい。私が履いたのじゃないわよ。どんなやねん。普通に決まってるでしょ、まっとうに考えて選んだのか。女の子からもらうプレゼント何でも嬉しいねんけど。普通に履いてよし、サンタクロースに何かを入れてもらうもよし。俺ポッキーもらっただけでも結構はしゃぐもん。甘いわね。使い方はそれだけじゃないんだから。靴下って他に何に使えるんすか、棚橋さん。あんた好みの女の子がその靴下を履いたら。どんなプレイやねん。どんなプレイ。そんなことあるはずないでしょ。ちょ、カオルに履かせるからさ、俺と付き合ってくれない。なんならこの靴下お前に、私が履いてあげるけど。いや、履かせる履かせる、いいよ履いて、うん、思い人だから。ちょっと反応してたくせに。へへへ、あかん、カオルにおちょくられるの楽しい。そうそう、ちゃんとちゃんとありがとう言わないとね。ん、プレゼントをロッカーに入れてたからだけど。あー、そういうことね。あんま見られたくないのか。それってか、あれか、ということで梅原はカオルが呼んでるよみたいな感じで言ってくれたんか。え、ありがてえな、大事に使わせてもらうよ。そう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 、うん、すごく大事に使ってるアピールはしとかないとね。本当にカオルからプレゼントをもらえるなんて、覚えていてくれたカオルにも感謝だな。いや本当にこれが朝イベントだけやからね。まだこっから先のイベントあるぜ。ふわはははいいね、いいね、いい調子だ。さあ、会話イベントがあるんだよな。4つもある。何から行こうかな。会話イベントがあって、多分ね、これ告白に、告白に伸びてるんだよね。どこや、一番左やな。告白に伸びてるんだよね。そうそうそう、近いんだよな。これ一番上、告白まであるんよな。機嫌の良さそうなカオルが来ると何があったのか聞いてみるか。伸びてるから会話イベント消化、いや、イベン、普通にここはイベント消化して昼と夕方に会話イベント2個消化。ここでもう1個会話が増える可能性があるから、ここはイベントや。昼と夕方で攻める。あ、向こうから来るのは顔じゃないか。機嫌がいい薫はちょっと捕まえておきたいな。しかも鼻歌なんて立っちゃってると、何かいいことでもあったのかな。はあ、少し前まで嫌な客がいるなんてふてくされてたのに。これだってさっきの延長線でしょ。テンション高いな。まあね、カオルはなんか、さっきの話の続きね。いいですね、さっきの話の延長線上ね。うん、あれだけ見せつけてやれば完璧でしょ。俺あの後ちょっと後ろに気配感じてんけどさ、大丈夫かな。Thank you ね。今ってそんなやつおる。まあでも世の中にはいろんなやつおるからな。ほんまに貸してくれたでしょ唇。いや、貸したんじゃない、もうあげてもいいよ。ほんまに一生あげんで。ゲレちゃってさ。いやいや、カオルの唇柔らかくてね、ほんとにね。ちょ、カオルの唇柔らかそう。ちょ、マジで実体験したいねんけど。よかった、めちゃくちゃよかった。なんか前のテラスでしたキスよりなんかスリルがあってよかった。もう付き合ってない。店長にこっぴどく叱られちゃってさ。そらそう、そらそう。いくら恋人でも店の制服を着てるときはああいうことはするな。間違いない。いやもうほんまにね、ごもっともやと思う。ありえへんよ。普通にみんなさ、バイト先で恋人着てキスできる俺無理やねんけど。絶対無理。俺結構度胸座ってる方やけど、さすがに無理。俺むちゃくちゃなことまあまあできるけど、それはさすがに無理や。私ああいうことはあんた以外としたくないから。嬉しい。嬉しい。
あかん、この子かわいい。あかん、もう心が薫でいっぱいや。いや、冗談やないって。うわー、あー、もう一個いけた。あー、じゃあ別にやらんでよかったんか、このイベント。いや、でも会話イベントが伸びるんだよね。オッケーオッケー。盤石の状態で昼と夕方が残ってる。よし、次回薫を口説き落とす。